ということで、はい、まあちょっとざっくりとした話をね、はい、したいなと思うんですけど、はいはい、ざっくり、ざっくり、はい、どうざっくり来ましたよ。だからそのオリンピックじゃないんだから最近どうってことじゃないですか。どう金銀銅どういうどうなの、うん、やっぱりうん、どうなんだろう。ほらクリさんもさこれで20年ぐらい経って20年ぐらいでしょ。で今全く同じ立場でいるわけですよ浪川さんが。で今度受ける側じゃないですか。でやっとルパンスペシャルからこうルパンコナンってなっていろいろね変わってきたと思うんだけど、それに関してどうなの的なことなんだけど。いやまだ僕はちょっとなんていうんですかね、それは現場とかは作品とかに関してアフレコとか栗田さんとの関係とかはまあ自分で言うのもあれですけども、なんかすごく楽しくプロフェッショナルでやらせてもらってるんですけど、やっぱりルパンのプレッシャー大きいっすね。大きい。かなり。もうどのぐらいで薄れるんですかね逆に。いや薄れないよ。薄れないっすよね、うん、やっぱり。いやだからそのだってさ俺の知ってる限りさ増山さんもさ名屋さんもさルパンの時にその役になるために1ヶ月とか声を出す練習されたりさ、そういうなんかそういうんで来てたと思うもん、うん、確かに、うん、最初の頃は俺そんなことさえ俺は見えない感じだったけど、でもなんか今思うと本当にそれを作って一生懸命になんか向かってこらえてたの皆さんが、うん、さらにそれに足していく作業っていうか足していくことを僕たちがやっていかなきゃいけないな、うん、そうだと思う。だからそれはその薄れちゃいけないものかな、うんうねうん、だから慣れちゃいけないっていうか、はいはいはい、やっぱりそのくらいはね多分大きな作品なんだろうなと思う、うん、大きい。だいたいさ浪川さんとかね沢城さんってもう今そういう人たちがいる現場で、はい、その二人が一番下ってないよね。僕なんか年齢的にもですけどもう一番上の場合も多いんで、うんうんうん、そう考えるとなんかこういういわゆるルパンみたいな現場っていうのはもう今本当に貴重ですし、いやだけどまだ大ちゃんたちはいいよ。だから今思えば俺なんかどんな下だったと思うんですか。下っていうかさ俺はさそのまあ年齢的にもそうですよね。年齢だって半分ぐらいだねイメージそうですね、うん、確かにそうですよね。だからさね、だからそこにまあ山田さんがいておられればみんな平均してたわけじゃん、うん、ね、山田さんが80だとしたらね、77876だいたいこの辺にいたわけだよみんな。そう考えるとそこに俺がいた時考えたら恐ろしいだろ。いや恐ろしい、もう震えますね。ただ俺はその山田さんの真似してただけの人間っていうどっかにその逃げ道っていうかさ、うん、まあ、自分の中 で、ね、俺できないもんみたいな、できるわけないやこんなのっていうどっかにありながら、でもやんなきゃ一生懸命やんなきゃ、もちろんやるんだけどどっかはだからその声優じゃないしみたいな、こんなこと やれないしみたいなとこがあったわけよ。でも何年間か経って納屋さんがこれはお前の作品なんだ、俺たちはお前についてるからなって普通に言われた時にドキッとしたし、そんなもの僕は背負っていたんだっていう感が出たわけよ。でもかっこいいっすね、うん、そうやって言える納屋さんも。だから飲みながらなんかいろいろその時いろいろなんか絵が間に合わなかったとかなんかいろいろ諸先輩方はどうすんだっていう時からお前が決めろっていう、いや俺が決めるわけないじゃないみたいなとこからこう始まって打ち上げでさ、うんうん、これはお前の作品なんだ、俺たちはお前が決めたことを従うから
絶句だよな、なんかさ。いや、なんかもうほんとびっくりもありますけど、嬉しいのもありますよね。嬉しいしなんかそれすごい、すごい重い言葉をもらったっていうかね。そうですね。なんか逆にいつか、まあね、僕も年取ってって、うん、こうなんかね、ルパンっていうのはずっと永遠に続くと思いますんで、なんかそういう風に言えるようになったらいいなって思いますけどさ、なんか本当に最近はみんながね、山ちゃんもみゆきちゃんも大ちゃんも清さんまでもがそうにみんなで頑張ろうぜっていうような、うん、なんかね、そういう感じがなんかあるんだよな。やこれぜひこう見てくれてる人にもね伝わると思いますし、なんか見てくれてる人もそういう気持ちでなんか一緒に作り上げていけたらいいななんて思いますね。まあね、でも見てる人は単純に見て喜んでもらうのが一番いいんだけど、そうですね、だから俺の顔もね、大ちゃんの顔も本当は分かんないで、うんうん、あの、そうですね、絵の中の、 あの人たちを単純に楽しめたら本当は一番いいわけで、そうですね。